チュキサカ県チュキサカチュキサカ県の軍チュキサカ県とは、ボリビアの中央南部に位置する県である。北側がコチャバンバ県、南側がタリハ県、西側がポトシ県、東側がサンタクルス県とパラグアイ国境になっている。10個の軍で構成されている。チュキサカ県の行政府所在地は、ボリビアの憲法上の首都であるスクレ。スクレ市はかつては、チュキサカ市、または、 ジャルカス市と呼ばれていた。その他の有名な町としては、タラブ湖がある。県の北西部は、アンデス山脈東側にあたり、標高も3000メートルを超えるが、南東部は、グランチャ湖の一部でパラグアイ川流域につながる低地帯であり、標高も500メートル以下である。年間降水量は500ミリメートルから1000ミリメートルほどであり、北西部は温暖な気候。 南東部は熱帯サバナ気候から温帯化う気候となっている。トウモロコシ、小麦、大麦、豆類などを産出する。2000年代に入り、サンタクルス県などと同様に地方自治の拡大を目的に自治検証の制定を目指している。カルオルコの流客系アモクの足跡チュキサカ県スクレ近郊にはカルオルコとして知られる世界有数の恐竜の足ア跡ア化石群がある。 その巨大内積は高さ80メートルの長さ1200メートル、角度73度の崖の上に位置している。白紀後期からの少なくとも8種の恐竜の足跡が確認されている。これらの足跡は岩壁が平坦な地面だった時に残されたもので、地殻プレートの変動により岩盤が後に隆起した。カルオルコは2016年にユネスコ世界遺産に立候補している。 2016年7月、マラグアでは、アベリサウルスカに属し体長は、約15メートルに達したと考えられている二足歩行肉食恐竜の、直径約1.2メートルの足跡が見つかった。社団法人海外農業開発コンサルタンツ、協会ボリビア共和国、ユンガスデ・バンディオラ、地区灌外開発計画プロジェクトファインディング調査、報告書 1P ハット、アバキアン、タリア。 There's, A of All In, Bolivia That's Covered in Thousands of Dinosaurs, Footprints, and It's Becoming, A Major Tourist Attraction.Business Insider Australia, 2018年2月26日閲覧 .Belcher, Ian, Dinosaur Tracking in Bolivia, 2016年2月26日閲覧 .AB, 化石の聖地で恐竜の足跡たどるボリビア アフプブニュース2016年2月26日へ閲覧。ボリビア自然のジュラシックパーク。エルパス2016年2月26日へ閲覧。ありがとうございます。